まあ、トントの方を使っていきたいと思いますね。ちょうどね、テレビで、ね、見たんですよね。ちょうど、惜しい。あ、ついた、ついた。わわわわわわ。あ、これこれこれ。おりゃ。うまそう。めちゃくちゃうまそう。りーちゃん、誕生日おめでとう。りーちゃん、おめでとう。あずきもな。こんにちは、あずきデラックスです。今日はね、岐阜県にある火打の森キャンプ場の方に向かってますね。去年オープンしたばっかりということで、かなり期待大ですね。めちゃくちゃ楽しみです。しかもね、道中もめちゃくちゃね、綺麗でしたよ。あ、そうそう、さっきなんでね、平成っていう道の駅もありましたね。名前がね、なんだか良かったです。さあ、あと少しなんでね、頑張って運転してきますよ。近づいてきてますよ。右方向です。雨も降ってきてますよ。雨や。まもなく踏切です。あ、踏切か、これ。一気に行くぞ。対向車来ないでくれ。なんかあるぞ。あ、これこれ。キャンプ場どっちや。あ、こっち左。え、矢印も何もないけど。到着しましたね。なんかね、雨がひどくなってきてる。早くタープ立てちゃいましょう。あ、めちゃくちゃ気持ちがいいですよ。しかもめっちゃ静か。今日はあと一組だけしか来ないらしいんでね、もう貸し切り状態です。さあ、楽しんでいきましょう。雨がひどなってるわ。
久しぶりのね、雨キャンプですね。久しぶりじゃない、ついこの間も雨キャンプでしたがね、今日はね、天気予報ではかなり激しくなるらしいですからね。まあこの感じだと気持ちがいいですね。しかもね、やっぱ玉の雨はやっぱ気持ちがいいですね。雰囲気がいい。88。
し。お、うまそう。美味しそうですね。めっちゃうまそう。さあ、今日のね、おやつの方を食べていきます。安売りしてたんでね、買っちゃいました。うん。めっちゃうま。タープの方ね、設営の方できましたね。もうね、さっきからねちょっと休んでるんですけど、めちゃくちゃ気持ちのいいキャンプ場ですよ。このね、地面もね、これ瓦を割ったチップになってるんですよね。瓦チップです。これめちゃくちゃ水はけいいですよ。このね、タープの下なんかもうほぼほぼ乾いてますからね、これはありがたい。しかもね、この杉の木です。これがね、また雰囲気またいいですよ。めちゃくちゃいい。めちゃくちゃ、しかもね、今日しかも当たりなんですよね。雨だからなのかもしれませんが、もう一組しかいないんですよ。私たちとね、もう一組しかいないんですよね。めちゃくちゃ静か。静かな上に雨のしとしと音、これたまりませんね。そしてね、たまに雫が落ちてね、葉っぱがポトンポトンとね、プルンプルンとね、動くんですよね。ああいう感じってなんでかね、いいですよね。さあ、今からはね、ご飯の方作っていきたいと思いますね。もうね、だいぶ日も落ちてきそうなんで、急いで作っていきたいと思います。さあ、今からね、調理の方していきます。調理というかね、まず食材の方を切っていきますね。椎茸、大体で切っていきます。これもね、分厚めで切っていってもいいと思います。今日のね、ご飯は八宝菜焼きそばになりますね。八宝菜で、あんかけですね。言えばあんかけ焼きそばみたいな感じですね。よいしょ。あー、椎茸のいい香りしてるわ。めちゃくちゃうまそうな香りしてますね。人参も適当です。もうね、これね、これ見たことあるぞ。これ馬とかね、飼ってるところのそばに売ってる餌やん。これ餌買ったやな、これ。ちょっとあれね、餌あげたくなるんすよね。あれうまいわ。あれ子供心をわしづかみですよね。馬がいてここに人参を売ってあるって絶対開けたくないでしょ。白菜がまたこれ甘くなって美味しいんですよね。これがうまいんだわ。これやっぱ八宝菜、八宝菜って言ったらね、白菜ですよね。白菜のうまみが出てきます。よっしゃ、あとは炒めてね、料理していくだけです。そして今日はね、前回使って失敗っていうかね、使い方を間違ってたファットウッドの方を使っていきたいと思いますね。ちょうどね、テレビでね、これ見たんすよね。ちょうどテレビを見ていて、このファットウッドを使ってたんで、これの使い方が分かった気がしてます。とりあえずね、火の方をつけていってみたいと思います。これね、本当はナイフで削ってましたね。でもナイフちょっと持ってきてないんで、そういうの。とりあえず削っちゃいます。
何でもいいんでね、角があるものなら何でも削れちゃうんで削っていきます。かつお節を出すかのように削って、もうちょっとねきっと分厚い方がいいかもしれません。これよし、こんなもんかな。こんなもんぐらい用意できたらちょっとね、その番組はね、その固めてもなんかもっとね、もっと分厚めに切ってましたね。ちょっとね真似してね、真似じゃないけどちょっとこんな感じだろうっていうのでやってみます。そしてこれを、この火種をね、こいつに落としていかないとダメだから、すぐに火をつけれるようにね。よし、人生初のね本格的なファットウッド行っちゃいますよ。これいけるかな、これやばいな、これやばいな、不安定やな、これちょっと待ってくださいよ。これお、あ、惜しい、あ、ついたついた、わわわわわ、あ、これこれこれ、これをここに落として、もう風なんかする必要なかったですね。これ風なんか全然いらない、もう完璧やん、これファットウッド最高やん、これもうすぐ火ついちゃった。よしよし、つきましたよ。どうなんやろこの つき方、もうちょっとなんか違うのかな。ちょっと煙出すぎですねこれ。これ湿気たらね、この杉の葉っぱ、葉っぱって言わないですね、杉の葉を使っちゃってるからね、今日ね周りから拾ってきたの湿気てますからね、煙がめちゃくちゃ出てます。まあこれもね燃え尽きたら木に移るんで安定するでしょう。さあスープの方を作っていきますよ。まずはねこのホタテの方ですよね、ホタテの方を、ベビーホタテの方ね、いっぱい入れていきます。おうおうおう、あ、これちょっと大きい、焼いて食べるの、蒸して食べるのも全て美味しいんですよね。これ香味ペーストですよね、こいつを入れていきますね。これだけです、もうね、ほぼほぼね、これはホタテの風味を生かしていきますね。
よし、シューマイの方もね、蒸していきますよ。このシューマイもうまいからな。これで蓋をして蒸していきますね。うわぁ、めっちゃちっちゃい。こんなちっちゃいのにあんなにでかい音出してるの。また違うカエルかな、この子は。夜になったらね、カエルが出てきましたね。さっきからね、カエルが鳴いてるんですよね。よしよし、あ、どこ行っちゃった。まずはね、麺の方茹でていきますよ。茹でるというかね、もう蒸すって感じですね。おりゃおりゃ、ちょっとね、油も入れちゃいます。油も入れて、ここにね、ドバ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 、と見せれなきゃ。ああ、へばりついちゃってる。動かしとかないとダメ。よし、油の方でね、よく焼いていきますよ。うわら、終わったー。よく焼きしていきます。よし、これぐらいでね、火の方から下ろしていきたいと思いますね。よし、それではね、食材の方炒めていきますね。あった、あった、あった、あった。めちゃくちゃ今熱かった。ソーセージに、ソーセージに焼き色つけて油出しちゃいましょうね。この豚油がまた美味しいですからね。ミンチ買おうと思ったんですけどね、ミンチ高くてね、ソーセージにしました。よっしゃ、このね、シーフード入れてきますよ。シーフード入れてきます。どう、よっしゃ。こんなに、こんなにあって大丈夫かな。なんか不安になってきた。これだけでめちゃくちゃ多いぞ。うまそうですよ、めちゃくちゃ。これはうまいわ。これだけでうまそう。あ、イカのホタテがね、丸まってきてますね。よし、ここにね、野菜たちを入れていきます。よし、白菜ドーン。そして椎茸、人参ドーン。あ、人参最初が良かったかな、もしかしたら。全然大丈夫ですよ。そしてキクラゲドーン。キクラゲがこれまたうまいんすよね。よし、これで炒めていこう。というか多すぎやわこれ。ちょっと、ちょっと奥さん、
多すぎや、これまた中華の達人みたいに鍋触れないから私。うまそう、もううまそうっていうかね、だんだんとねこれ持ち手が近すぎて熱くなってきたんだ。あー白菜のいい香りがしてきてます。よし、こんなもんでいいでしょう。そしてここにねシーフードの方戻しちゃいますよ。シーフード戻れ、戻りなさい。お、うまそう。こんだけシーフードあった、ここにねちょっとあえて混ぜて、もうね火から下ろしちゃいますね。ここからは火から下ろしてね、あんの方かけていきます。これ混ざらんやんっていうか、ここにねこのクックドゥのね八宝菜の素を入れていきますよ。これ一袋じゃ足らないんじゃないっていうか、これミスったわ、これ3つぐらいいったかな、これやばい。え、これだけ、これだけで本当に絡むかな。ちょっとねクックドゥ足らなかったんでね、コーンペーストをねとろみつけて足しちゃいましたね、とろみを。あ、もうこれくらいでいいでしょ。めっちゃ重たくなってる、うまそうっていうかね、さっき食べたけどめちゃくちゃうまい、これやばい。これはあんができましたよ。さあ、あんの方乗せてきますよ。おりゃ、あー、うまそう、めちゃくちゃうまそう。これやばいでしょ。っていうかこれ、このほうれん草みたいなのがキクラゲですからね、これキクラゲ贅沢食いやわ、これキクラゲ私大好きなんですよね。よっしゃ、このあんかけは絶対うまいやつですね。できましたよ、うまそう、やべえ。はい、できちゃいましたよ。めちゃくちゃうまそうでしょ。てかさっきから食べてるんですけど、めちゃくちゃうまいですよ。クックドゥのね最初の時がうまかったんですけど、そしてねコーンペースト足しても味そんなに変わらなかったですね。よかった、そこは良かったですね。さあ、このねスープの方まずはついでいきましょう。うまそう、よっしゃ。お汁の方をね、っていうかこれ取れねえ、取れねえ、これ取れねえ、取れんやつや、これ絶対うまいやつですよね。よし、そしてこちらシューマイの方になりますよ。オープン、おお、きゅうまそう、やべえ、これやべえわ。よし、取っていこう。3つずつにしようかな、これ冷えちゃうから。これ3つ取ったらもう蓋しちゃいます、これ蓋しちゃおう、これ蓋してね後で食べます。それではね食べていきたいと思います。雨の方もね激しいですけどね、タープの下は快適ですからね、最高です。ほんとキャンプはこれだからやめられませんね。雨キャンプでもね全然ちゃんとね装備さえ揃ってれば快適ですよ。さあ食べていきますよ。いただきます、いただきますね、いきますよ。おっしゃ、よし、キリン独占レモンサワーいただきますね、いただきます。くー、うめー、めちゃくちゃうめ、レモンが効きますね。そしてこいつですよね、ベビーホタテのスープになります、お汁になりますね。さあ飲んでみましょう。熱っ、うま、しみるわ、
体に染みていくこれ。あーもうね、ここは磯やわ。目をつぶってたら磯ですね。ベビーホタテちゃん食べちゃいますよ。これ美味しいんですよ。濃くてね、味が濃いんですよね。肝がついてるから、貝ひもとねこの肝がついてるともう全然味が違いますからね。あ、これは蒸した時の方がでも美味しいですね。きっと味がちょっと抜けてます。そうなるのかい、そうなるのかいです。うまい。メインのド本命食べちゃいますね。これ絶対うまいやつです。知ってるんです。皆さんには言ってないけどって言ってるけどね、言ってるけど食べちゃってます。ちょっと待ってよ、麺をほじくり出して、麺をね下から出してきますよ。よっしゃ、思って、うまそう。これこのねあんと絡むと絶対うまいですよ。これわかるもん、もうさっきからさっきから知ってるからね、もう想像できます、このうまさが。あーちょっと何しとんじゃよわしは。さあまずはねこのエビの方を食べていきますよ。あー危んな。ブリブリ。これは普通に美味しいですよ。これよりねベビーホタテがね、あーベビーホタテここおらんやん、あおった、これがめちゃくちゃいい味出します。濃い、めちゃくちゃね、これねベビーホタテ絶対入れるべき。これはめちゃくちゃ濃くなりますね。いか、イカもめちゃくちゃうめえ。何これ。そして麺の方いっちゃいますよ。麺の方ね、もう幸せでしかない、いっちゃいます。この麺最高ですね。焼くことによってねちょっと揚げ気味にしたんですけど、もっちりになってアルデンテになってます。めちゃうまですよ。うまっ。もちろんキクラゲのねこのコリコリ食感、たまりません。これは幸せですよ。やばい。あまりにもね八宝菜焼きそばがねうますぎてね、こちらのこと忘れてましてね、シューマイになります。こちらも絶対うまいやつですね。既製品ですから絶対うまいのよ。めちゃくちゃうまい。何これ、さあワンちゃんたちのねご飯焼いていきます。これ火力ちょっと強すぎますね。油入れて、油まず熱しなきゃね。今日のワンちゃんたちのご飯はラムの豆腐ハンバーグになりますね。はい、うわっ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 、はい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 、ちょっと高温すぎるなこれ、高温すぎるなこれ、
遠すぎるけど置くとこがないか。よっしゃ、よし、よっしゃ。ちょっとね、下の方していきますよ。持ってんの重たすぎる。よし、ちょっと返してみますね。これ案外柔らかい。あっしゃ、あ、崩れた、崩れちゃいましたね。よいしょ、あ、よし、綺麗に焼けてるわ。あとはちょっと蓋して焼いていきましょう。ゆうちゃんのねバースデーケーキになりますね。よし、あずきちゃんもこれもうちょっとこれぐらいでかさにしとこうかな。あずきちゃんはちょっとね食べ過ぎたらダメですからね。たらいやろな。でもよし、あずきちゃんももらいましょう。よっしゃ。ゆうちゃんね今年で9歳になります。ゆうちゃんもねこれからも元気でいてくださいね。ね、ゆうちゃん誕生日おめでとう。ゆうちゃんおめでとう。あずきもな。よっしゃ、食べよう食べよう、食べる気満々やな。よし取ってあげよう。はい、ゆうちゃん。あちゃ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 、ろうそくの、ろうそくが俺の手に。ゆず、これ降りちゃっていいよ。あら、あずきもか。これは食べられへんな、それでかすぎて。ちょっと待てよ、ゆずはほんま。待って待って、あずき、あずき待って、あずき待って、待ってって言ったらな。こんだけね柔らかかったら食べれるでしょ。そして私は今日はね果物屋さんですね。久しぶりにね見てたらナタテゴコがフルーツ売り場に売ってたんですよね。で食べちゃいます。ヨーグルトデザートのナタテゴコですよね。これね昔からあるけどこういう感じのめちゃくちゃうまいですよね。これナタテゴコってめちゃくちゃ美味しいですよね。がたまらんのですよこれ。あずきもう食べちゃってます。早すぎやわ。あずきちゃん全部あげちゃおうかな。ヨーグルトデザートうめ、ナタテゴコうめ、あずき師匠、あずき師匠、そっちのお皿もきれいにしてくれたんですか。師匠、さすがですね。ゆうちゃんお疲れ様でしたね。ああよかったよかった、今日も無事ね怪我もなく楽しめましたね。ああ久しぶりの雨じゃないけど、でもやっぱり雨もいいもんですよね。この今もねタープの方に雨の方当たってるんですけど、いい音してますね。癒しの音です。よく寝れますよこれ。ゆいちゃんこれねブラッシングしてもすぐ戻っちゃうから、みんなさんどうしてるんやろこれ。あずきちゃんブラッシングめちゃくちゃ嫌いです。
ずき、あずき、出てき、あ、出てきなさい。Thank you.